選手開幕ローテーションに入って投げます。そして瞬く間にたくさん勝つと、まあ、2桁を目指して、はい、あの一人暮らしを始められたということで、そこ、はい、でそんな悪さしないですからね、一人暮らし。いや何かになりましたね。いろんな話題が飛び交ってます。アブレイユ選手、こうあのファイターズのアブレイユ選手の曲をちょっとこう自分でも好んで歌ったりするということも伺ったんですけど、君なら勝利をつかめるさ、アブレイユ。素晴らしいですね。透き通るような素晴らしいいい声で、はい、札幌ドームに来たかと思いましたけれども、ありがとうございます。次はチームバックではこの感じでもチャンスを受けながら飛び込んでバックアップができた。
ちの挑戦です。サポーさん、サポーさんで最後は駆け抜けました。トップが出ました。チームクリアから今度は柏木翔太郎選手の1本目です。よろしくお願いします。じゃあ、もしも女みたいになります。そして、左側は柏木翔太郎選手の挑戦です。スタートした背番号61、駆け抜けました。最高です。ありがとうございます。まず、片岡さん、はい、はい、今年の夏の選手はいかがですか。いっぱいありますね。はい、ダメですね。はい、ファンの方から声かけられますか。そうですね、はい、お願いします。どういう言われるか。そうですね、温かいと思います。この上なく温かい言葉で温かいと思います。はい、はい、わかりました。リラックスをして岸が投げた。第4球を岸が投げた。ここを高め、ありがとうございます。ヒットを高めました。そうです、はい、よかったです。はい、バッフィー投手投げていただきありがとうございました。ありがとうございます。はい、楽しかったですか。はい、はい、しゃべってください。はい、秋山翔吾選手3人目のこのライブ参加してきた、いかがですか。楽しいです。岸投手も笑っていらっしゃいます。あまりのチームと違う。はい、ホームランにしか見えなかったんですけど、ホームランですよね、ホームランですよね、ホームランですよ、ホームラン。これで終わりだそうです。あと1球、あと1球、あと1球ですか。あと1球ですか。あと1球です。はい、もう1本見たい。4人のこのホームラン競争いかがでしたでしょうか。何ですか。何回かいかがでしたか。ご覧になってて来年に期待しましょう。来年に期待しましょう。はい、来年も機会に座っていただけるということでありがとうございます。サンバンクサンクスフェスタ2013クロージングセレモニーを行います。はじめに本日限りで現役を引退するお二人よりご挨拶といたします。両ベルト選手はベンチ前に立たないでください。背番号39竹野達也選手、背番号42島茂雄選手、マウンドにお越しください。最後になりましたが、ファンの皆様、これからも埼玉西武ライオンズの応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。最後になりますが、これからも埼玉西武ライオンズの応援をよろしくお願いします。19年間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ともに来年は来年の親方として、サポートナンバーとして優勝に頑張っていきます。お二人、まずの背中拍手をお願いいたします。本日のスペシャルディスティションでキャプテンを務めました牧田和久投手より御礼のご挨拶を申し上げます。
本日はサンクスフェスタを楽しんでいただきましたが、今年は2位という結果に終わり、非常に悔しい思いをしました。来季は絶対この西武ドームで胴上げができるよう頑張りたいと思います。本日はありがとうございました。マキタさん、ありがとうございました。最後に2014シーズンより指揮を取ります埼玉西武ライオンズ井原晴監督より皆様にご挨拶を申し上げます。10年ぶりに戻ってきました井原です。今日はスタッフの皆様、上から見てましたけれども、十分このフェスタを楽しまれたんじゃないかと思います。どうでしょうか。選手一人一人をチェンジしながら、また改めて強い確信を持ちました。というのは、他のチームと他のチームの選手と比べてもですね、一人一人の能力は決して負けてません。以上のものがあります。来年のこの秋にはいい報告ができるように後ろの選手と頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。本日はライオンズサンクスフェスタ2013にご来場いただきまして誠にありがとうございました。